どうしようか、もうみんなで寝るっていうのもありだよね。あれみんなで寝るってもうダメ、ね、みんな寝るありだよね。眠いもんだって。自宅も疲れてるよ、うん、うん、ネオさん来てるけどね、うん、自宅も疲れてるね、完全に。今だって家入ったらさ顔死んでたもんだって、リタ君も。うん、起きてたんじゃない？だって寝た時間知ってるってことは。うん、バリバリ寝起き。ご飯食べてたの。起きないよね。確実に。あ、ご飯行ってた。リタ君も一緒に行ってたってことじゃ。俺ももうちょい仮眠取りたいよね。睡眠時間足りないよね。ちょっと、うん、これよくあるんだよ。朝の5時に来てくれって言われて5時に行ったらお昼まで寝てるみたいな、あるんよ、うん、でその間ずっと起きてると俺が睡眠不足になっちゃうんだよね。だからゼロさんが寝てる時に寝ないとさ、やっぱりさ、うん、ジロワンさんには言わないよ、うん、車に寝てた、うん、もう一回これ寝ようかな、これこうやって起きるまでね、ありがとう、バカポテ5個。あー、えーちゃん、いつもありがとう。ネオさんがもうすぐ着くでしょう。おそらく。10倍、初コメさんありがとう、うん、あ、そうなの、ネオさんに起こしてもらうか。でもどうなの、朝練これ。おはよう、ネオさん来たらネオさんに起こしてもらうか。うん、俺じゃ起きないし、多分もはやリタ君でも起きないと
今日無理ってなると思うよ。ありがとう。レオさんじゃ切れないと思うけど、なんかすげえ、あーみたいな顔すると思うよ、多分。起きるかな、うん、いやー、茶さみたいなコンセプトね。いや、起きないんじゃないの、わかんないけど、起きんのかな。いやー、寒いしも眠いし寒いし、いやもう何回かリタ君が起こしてはいるけどね、ダメっすねっていうね。はあ、ちょっと寝てたいよね、ちょっとどうしよう。眠いから、まあ睡眠時間足りてないからさ、眠いよね。まあ、俺はいけないんだけど、昨日も夜配信しちゃってたからね。ネオさん知らないの？ネオさん有名よ。きついでしょ。どうしよう。今日はね、一応予定的にはまあ朝練ね、ネオさん来るからネオさんと朝練して、あとは健康ランド、うん、週に1回の健康ランドの日だな、今日。あ、ネオさん来た。ああ、うん、か、こう、手で、ここが汗かった。ありがとう。うん、いや、もう、これがもう、これが、あれだから、もう、デフォルトだから。ちょ、ネオさんに、ちょ、ネオさんとこ行ってくるか。おはようございます、ネオさん。画面が切り替えらんなくなっちゃった。あ、そうなんですか。うん、これね、見て、うん、こうでしょ、ほら、触っても出てこないの、ほら。だってここですもん。あ、これか。
変わっちゃったんですよ、これ。変わったんだ。塩が。塩が変わったんだ。なんだ、知らなかった。うん。うん、寝てるの？寝てるっす。まず起こすところから。ごめんね、ちょっと遅れちゃって。あ、全然全然。2時間以上かかってた。いや、むしろ、うん、さらに遅れるかもしれないです。なんで？全然。なんで？起きなくて。あ、起きなくて？うん。これから？うん。起こすって起きないっての？うん。ちょっと起こしに行くところまではやるか。はい。うん。一度行くか。一度。これレンタカー。あ、レンタカー。あっちが新しいか。あ、ナンバー打たない。いや、打たない打たない。かっこいいだ。かっこいい。ピカピカです、ね、うわよし、何時間寝てる？もうどのぐらい寝てんの？3時か4時ぐらいから寝てる。3時か4時か5、6、7、8、5時間ぐらい。ちょうどいいか。いや、12時間は寝ますよ。12時間寝るの？うん。ほんと、熟睡中やな、マジで。熟睡中です。熟睡中やな。ゼロワン、おはよう。ゼロちゃん、うん、おはよう。来たよ。すいません、ちょっとごめんなさい、ちょっと5分待ってください。5分？分かった、いいよ。じゃあ5分後にまた声かけるな。すいません。はいよ。じゃあ5分待ってあげよう。外で一服してくるか。じゃあな。うん、一服してくるか。さすがっす。え、ネオさん、さすがっす。なんで？声かけレベルが、レベチです。え、なんでレベチ。レベチだった。ボリュームがね。ボリュームだった。あのぐらいで声かけなきゃ起きないよ、はい、グーグー寝る人には、はい、声張ってね。わかってやんないと。レベチでした。どうしよう。切れなかったね。別に切れなかった。切れないじゃん。切れないですよ。いや、そんな慣れてない人には切れないですよ。もう慣れて甘えが出る人にはもう、ブチ切れですよ。あ、本当。それは。そうなんだ。はい。楽勝で。じゃあ何、リタ君とかマリオにはやばいの？はい、僕はもうやばいですね。僕もずっと1年間やってるんで。そう。なんで起こすんだぐらい言われちゃう。僕はやばいですよ。あ、そう、はい。いい時もありますけど。まあ、ちょっとじゃあ、一服してから行くか。じゃあな。うん、とりあえず、じゃあこの辺座ってさ、うん。一服してからにしよう。皆さん、イベント出てます？出てない。あ。うん、出てないよ。じゃあ僕イベント出てるんじゃない？あ、分かった。マリちゃんイベント出てるからさ、よかったらぜひアイテム投げてきてあげてください。お願いします。お願いします。マリちゃん、うん、よろしくね。皆さん、なんか飲み物飲みます？買ってきて。飲みたいな。何、ブラック？細かいの持ってる？あ、ありますよ。ある？はい。よかったらマリちゃんに無料のアイテムでも投げてきてね。これブラックでいいですか？いいよ、大丈夫、はい、いい？ごめんね。あ、いいです、いいです。ちょっと買ってきます。
皆さんからありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ネオさんから。ありがとうございます。ありがとうございます。ノースに合ってる。ノース。ノース。ノースノース。やべえ、ホットコーヒーしか売ってねえや。ホットでいっか。うん。おお、ホットのコーヒー買ってこ。そう、ブラック。どこまで行ってきたの？あ、上半期。え、そんな遠いの？いや、歩くのが、ね、歩くのが遅いっす。いいよ。マリちゃんさ、はい、作戦考えたんだけどさ、はい、作戦考えたんだけど、はい、ちょっと、あの、最初さ、これ、タバコ吸わってさ、起こし行くじゃん。はい。で、その時さ、はい、マリオ声かけてくんない？あ、いいっしょ。マリオが声かけて、はい、ゼロワンが、はい、ね、いつものように、はい、なんかこうああって例えば言ったとするじゃん、はい、そしたら俺すぐヘルプ入るから。あ、本当ですか。うん、お前5分後って言ったら早く起きるボケーっつってって言うからでもらったよ。あげたか。もらったよ。寝てるわ俺も。寝てるわ。ね、ちょっとその作戦行こうよ、うん、やってみましょうね。缶コーヒー送ってもらった、うん、ありがとうね、マリちゃん。いい、おはようなまる。おはようなまる。なんだっけ、マリちゃんところにイベントアイテム投げてきて、みんな。ももちゃんおはよう。ももちゃんおはよう。12月は何の日か当ててもらう。何それ、何の日って。なまる嬉しいって、マリオに呼んでもらったから嬉しい。マリオでもあんまり枠回してて喋ってるってイメージないんだよね俺。喋、うん、ってないでしょ。でしょ、うん、もういつもマリオの枠見たりとかするとさ、だいたいマリオ黙ってるもんね、うんうん、なんかあんまりこう喋ってるイメージない、マリオって。喋れないでしょ。なんか一つのことやるとなんか一つ忘れるよな。この間もおいつになったらお前言うんだゼロワンにと思ってさ電話しちゃったよ。
ね、うん、そう、マリちゃんのリス、あ、そう、わかる、リスナーさんが回してんだよ、コメントは流れてるから、うん、あ、来たじゃん、生まる、生まる来た、生まる、ありがとう、ありがとう、ありがとう、うん、そうなんだよ、たまに見るんだよ、俺もマリちゃんのとこ、うん、なんかほら、平和なところ見たいからね、なんかあんまりこう、ほら、なんかこう人のことディスってたりとか何したりとか、そういう枠見たくないから俺は普段見ないのよ。ここ見てると結構笑えるんだ笑えるじゃんだってさ、コメントはさ、うん、でバーってないろいろとこで出てんだよ、次から次へと、はい、でコメントはコメント同士で会話してるわけ、うん、でマリオが映ってんの、でその相対してるその何あれが面白いんだよ。あ、そうなんすか、うん、リスナーさん一生懸命伝えようとコメントしたりしても無意味なの、うん、バカで頑固なんですよ僕。そう、俺炎上とか好きじゃないんだよ、そういうの絶対見ない、うん、面白くないもん見てても。暴露とかさもそうだし、あのそういうこう誰と誰が何とかさもそうだけど、好きじゃないの。好きじゃない、ほんと好きじゃない。俺も見ない見ない。ふわちそれ好きな人多いですよね。 ありがとうございます、そらさん、ありがとうございます。ん、ふわちらに、それそういうの好きな人多いですよね。そういう人が、そうじゃないと数字取れないからね、むしろね、うん、大きい数字取ろうとするときは、うん、隣の人がいきなりタバコ吸うの嫌だ。あ、ごめんなさい、すみません、すみません、おタバコ失礼します、うん、失礼してます。親戚家族の人たち、他人の不幸は蜜の味ってよくそのコメント来るよな。あ、オッケー、そらさん了解、はいよ、はいよ、しときました。意地悪だね、随分とまたコメントが。何がいじめられてんすよ、コメントに。なんで、うん、なんでいじめられてんの。もうひどい子じゃん、うん、前科あるから、うん、親戚家族な人たち、うん、公務員警察官になれないねとか。ああ、意地悪じゃん、もう、うん、意地悪、意地悪、いやいや、うんうん、ここは、いや、俺でもそういう人たちとじゃないと絡まないからね、あんまり俺、うん、沸かせようと思ってる人は逆に俺は使わないでしょ、うん、俺使ったところで逆だ、逆効果しか出ない。5分経ってるけどいいの、タバコ吸ってから行くってか、うん、いいよ、大丈夫大丈夫、マリちゃんのタイミングで行くから。今日あれ行きます、どこは、お風呂入りに。え、お風呂入りに。何お風呂入りって、こう終わったら。なんであんの、なんか風呂この辺に、健康ランドみたいな。うんうん、なんでみんなそういうルーティンなの、いつも。いや今日はそういう日みたいな。あ、今日はそういう日なんだ、はい、週に1回そういう日を決めようって、うん、ネオさん来る日にしようみたいな。あー、いいんじゃない、うん、動いてっから健康ランド行って、うん、うん、いいと思うよ。で、帰ってきて寝るん。帰ってきて寝るか、飯食うか、なんか分かんないですけど、うん、いいと思う、うん、日帰り温泉じゃない、なんかあるじゃん、そういう何なんつったらいいの、スーパー銭湯みたいなやつ、うんうん、あ、それだ、スーパー銭湯、健康ランドじゃないよスパック2出るぞって言われてんぞ、お前そうなんですよ、なんか言われちゃったんですよ、強制って言われて。強制って、はい、出たくないのにすいません、失礼します、出たくないの、強制ってで、ワドさんとって話なんですよ。え、ワドくんとやれって、はい、マジで、うん、まあやるって決まってきたらまたそういう話題ばっかりになってくるね。うん、嫌だよ、嫌だよって。
有田くん入れないじゃんね、そういえばね、入れ墨入ってんだ。あ、そうだね、入れ墨入ってたら無理だね、うん、延長しよう。そう、俺も出てほしいとか言われるしさ。あ、ネオさんも出ればいいじゃないですか。だからいいじゃないですかって軽く言うなよ。なんでさ、自分の時は僕はって言ってな、人の言う時はそうやって軽くさ出ればいいじゃないですかってなんかそんな楽しそうに言うんだよねえ、おかしいだろこれ。いや、いや、それが普通じゃないですか、どっちかずっとうん、今から体作れるから、うん、いや松平さんとマリちゃんじゃだ、全然タッパが違いすぎて、うん、届かないよ、届かない、でっかいから、うん、でかすぎて相手が、うん、一生懸命なんか腰のラインとか腹叩いてるようだよ、うん、身長差がありすぎるよこの間俺リアルでだから会ったけど、ほんとでかかったもんな。でかいですよね。でかいよね、うん、うん、ほんとでかい。高橋さん来ないよ、うん、野球は行くよ、なんか あるよね野球でしょ、うん、機長くんと、ね、TJ でやってんだっけ野球やるんでしょ。あ、そう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 、うん、そう、190は超えてると思う、あの身長は、うん、いや原田君もでかいもんな、うん、なん無理だよ。パルちゃんももちろん体でかいすぎ。心霊はダメだね、心霊は呪われちゃうから取りつかれちゃう、うん、今日あったかいよね、もう今暖かくなったよね、だいぶね、うん、暖かくなりました、もうだいぶ暖かくなった。じゃあネオさん、ジョナサンにお願いされて来たんだよ、朝のトレーニング付き合ってくれって言って、うん、うん、その要件言わないんだもん、うん、ただゼロワンハウスに来てくださいっていうラインが来ただけで、何をしに行くんだろうと思ってもうネオさん呼んでって言われただけなんで。あ、だから内容知らなかったってこと。内容知らないです。ああ、そういうか、うん、うん、俺とマリオで戦うの35号ブロックね、もうブロックです。そう、20度超えるっていう噂だよね、35号ブロック今日ね。よし、じゃあ起こすか。起こしますか。そしたら起こすか、うん、じゃあ起こしに行こう。さあ、そこ寝起きドッキリの時間が始まります、これからまずはマリちゃんに声かけさせます、ええ、いつものように起きてくださいとか言うのかな、ね、なんて言ってんの、いつも起こすとき。ゼロワンさん、ゼロワンさん、ゼロワンさん、ゼロワンさんって起こすらしいです、うん、ええ、今日もそれで起こしてもらいますが、うん、でぶち切れてくれたら面白いなおはよう97号、うん、ちょうどいいとこ来た行くか。じゃあちょっと起こしに行こう。行くか。じゃあよいしょ。気乗ってないね、マリちゃん。いつもどうやってこう切れられんの？ダーッとか言われんの？なんて言われんの？いつもなんて言われんの？いや、いつもなんか面白いこと言われますよ。面白いこと言われる？うん、そうなんだ、楽しみだねまあ時間かけてきた甲斐あったかな。リタ君起きてんのかな。リタ君なんか TikTok 始めたってさっきコメント来てたよ。あ、 TikTok やってんだ、うん、隣の部屋。よし、今日はみんな3人で配信つけとくぞ。ジョナサン、ん、配信してます、うん、おはようございます、うん、ネオさん来てます。え、ネオさん、やれんとかって
はい、やれんのかっていう、はい、ゼロおはよう、すいません、おはよう、なんでブチ切れてくんないんだよ、楽しみにしてたのに、なんでよ、もうマリオにガチンってまた出てなさいって言った瞬間にガチンって切れてくれるかと思ってたのに。マリオは何で終わるの？はい、マリオはどうしたの？え、僕はトレーニングちゃんと来たの？はい、偉いよ。はい、リータ、はい、準備は大丈夫です。うそ、はい、リータ、やば、リータさん、リータさんじゃないの？はい、リータさんお願いします。はいよ、あーす、てか、これ電気どこだよ、電気つけてる、そうそう、電気つけてる、そう、光を浴びないとな、光を、はい、光を、いいって、今日あったかいよ、ゼロワン、外あったかい、今日、おはよう、はい、おはよう、めっちゃ元気、朝起きてさ、パッと目覚めたと思ったらな、こうやってさ、携帯向けられちゃってとか、本当にね、みんな大変なんだよ、こういうの、ね、わかる？声のボリューム、俺はいつも朝から声張ってるからね、ゼロワンからしたらうるせえと思ってるよ、うん、さっき俺は起こしたの分かった？はい、あ、じゃあ分かった、だんだ、二度寝しちゃいます、いや、いいんだけど別に、うん、よいしょ、よいしょ、はい、ちょっとごめんなさい、ネオさんいてくれてよかった。え、なんで？まあ別にそんなことないでしょ。いや、まあ、僕じゃなかなか起こせない。そうなの？起こせないの、いつも、うん、そういう時あれじゃないの、朝までとかさ、配信つけててさ、睡眠時間が短いとかそういう時じゃなくて。いや、今日もでも睡眠時間少ないし。少ないか、うん、何時までやってたの、ゼロワン。何時寝た？昨日は2時とか3時ぐらいでした、ね、3時ぐらい、4、5、6、7、8、9、6時間ぐらいしかない、うん、でも今この年齢だったらまだね、もっと寝たいもんね。俺は寝れないけど、そのぐらい寝ちゃうといい、うん、寝るとき16時間ぐらい寝てました。あ、そう、うん、あ、でもいっぱい寝れるっていいことだからね、うん、うん、寝れないもんだって、年取ってくると体痛くて起きちゃう、うん、そう、起こしただけで感謝されるっていいね。起こしただけで感謝されちゃった。リータ、はい、モンスターカット、あ、もう一つお願いします。モンスターカット、あとネオさんに、なんか、あ、了解です、コーヒーかなって、ネオさん、ああ、何飲みます？何でもいいよ、何でも、何でもですか？本当に何でもいいです、はい、わかりました、はい、マリオさん何飲みますか？ケチもつけない。俺大丈夫。大丈夫です。うん。あれ。なんかさ、あれ最近電子タバコにしてなかった？ゼロワン。あ、両方捨てた。これ何？この間もらったやつ？あ、そうです。これ。表彰式、表彰式のた、これが盾です。あ、これが盾なんだ、はい、あ、重っ、これすごいね、さすがだね、ゼロワン、すごい重い、これだって普通に起きちゃうよ、いつも早起きそうね、でも、うん、もう5時半には起きちゃう、今日ね、でもね、朝すっげー混んでる、あ、やばい、うん、だからもっと早く出なきゃダメだ、 5時とか5時半には起きてるから、俺いつも、うん、だから朝こう来るのは全然苦じゃないんで、だ、帰って別に全然いいよって感じだったけど、うん、これピンクちゃんか、うん、すごい起きてるよ、うん、おはよう、みんなおはよう、画像ついた。ミオさん。はい。ランニングかなんか入れて1時間ぐらいちょっとお願いします。あ、いいよ。あ、何、ランニング走るもするん？はい。っていうかさ、何、年末50キロやるんだって。何、それ走るの？
マジでウエイト落とさないとやべえぞ、はい、50完走できないよ、はい、今のウエイトだと絶対、はい、膝とかに来ちゃって足もう動けなくなっちゃう、自分は行く気あっても、うん、自分のウエイトでやられちゃう足が、だって俺が今やろうと思ったってきついと思うよ絶対、これ俺の今も多分無理だと思う、50キロはきついよ本当。うん。でもよくやる。どこからどこまで。わかんない。あ、まだ決まってないんだ。ずいぶん綺麗になっちゃってピンクちゃん。うん、無理無理無理。俺でも無理無理。あと皆さんスパークスお願いしますまた。うん。なんか決まったんだらしいよね。はい、うん。また盛り上げましょうや。ね。マリちゃん、なんでそこで返事がないのよなんでそこで返事がないのよマリちゃん、マリちゃんマリちゃん下向きだろ、こんにちは、うん、すみません、ありがとう、あ、ありがとう、すみません、みっちゃん、ありがとう、クロサスギューアプリじゃないけど、いいね、ありがとう、頑張れ、じゃあいただきます。フルマラソンが 42.195km でしょ、そうだよ、それより多いんだよ、8キロぐらい多い、8キロ多いでしょ、うん、あわやきついね、これ、いや何食べるとか決まってない、で僕もね、こうカメラで映しながら並走しなきゃいけないです、マジで、はい、僕とリタ君とね、うん、チャリで、いやチャリはダメらしいんですけど、いいのかわかんないですけど、いや、じゃあ自分もやん、カメラやる大変だよ、やばいっすよ、50キロだから、自分もやらなきゃダメじゃん、一人あの10キロぐらいとかにして、ああ、まあそうだね、うん、うん、交代交代でやるようだと思うけど、リタ君だから30キロ走るわけね、うん、それはもう、はい、はい、リタ君から走ってね、10キロ走って、はい、その次の10キロ俺が走ってみたいな、だってあ30キロ走らせていただいて、いや10キロ交代でお休憩すればいいじゃん、あ、10キロ10キロ、あ、ほますね、うん、10キロ行って10キロ10キロじゃん、でも10キロって歩くだけでもかなりあるぞ、そうです、ね、カメラ持ちながら10キロってすごいぞ、じゃあちょっと5キロにする、いやマジで刻んだ方がいいよもっと10キロなんてきついから、何キロぐらいですか、俺だったら3キロ交代ぐらいで行く、じゃあ有田君3キロ交代行こう、3キロで行きますか、うん、いや本当に3キロぐらいでやらないと、だってずっとカメラこうやってやってやりながらやるんでしょ、うん、やばい、走る分増えたわ、3キロだと、でましてはそれをゼロワンが走ってんだとかさ、早歩きでもいいけど、要はスピードがあるわけじゃん、通常の歩きよりは、ゼロワン結構速いんですよ、走るの、誰がゼロワン、うん、ペースが僕より全然速いんですよ、じゃあ2キロぐらいで変えた方がいいんじゃないじゃあ2キロぐらいで一緒に歩いたら、うん、ねえ、やばいっしょ、早いですよ、2キロ、2キロって結構あるね、2キロでも結構ある、うん、きついね、それ2人でやるんだ、まあ、やってる本人のがまあもちろん一番きついけど、はい、でもカメラ回してるわけだから、意識そっちでさ、こうやって見てる、撮るわけじゃない、みんなが見やすいようにさ、あれ、あれ、TikTok だよね、TikTok はあの手ぶれ機能ついてないの、あ、いや、ついてないですね、あ、ついてないですね、ふわっちついてるね、はつきました、ね、あれ持つようじゃない、なんだっけ、あの 手ぶれしても大丈夫な、あのなんつったっけ、あれスタビライザー、スタビライザースタビライザーってちなみにあれ重いかんね、重いですよね、重い、しかも走るレベルだとスタビライザーあんま意味ないような気がする、わかる、俺も意味ないような気がするけど、うん、俺スタビライザー買って1日目で壊したからね、落として意味ない、あれ、まあでも考えた方がいいね、それか人をもう一人ぐらい増やすか、カメラ部隊きついぞそれ、だってカメラやれなかったら全く何も意味ないからね、本人が頑張ってても、うん、いやそれだと多分相当金かかっちゃうよ、ああいうプロ使っちゃったら、プロの
ラファミリー、うん、はい、今日は高いよ。あれ、健康ランドじゃなくて数パーセント行きますか。うん、数パーセントに。なんで時間帯は練習終わった後に行くの。うん、そうだ、うん、おこれあれだ、うん、シーパップだ。昨日溺れて起きましたよね。うん、使って寝たけど溺れて起きた、うん、あ、そう、よし、おはよう。あれだら、うん、猫ハイザー持ってきて、はい、いいな。あれだけど、そっちハイザー1個あるよ。あれだね、うん、あ、いいよ。あ、じゃあ俺これ使うわ。俺、こっちは、あれ、おはよう。いや、どうしたらいいんだろう。走った方がいいんですか、そしたら僕も。うん、走った方がいい。歩くじゃなくて。うん、絶対やった方がいい。絶対やった方がいい。絶対やった方がいい。膝が痛くなったらどうなる。だから、あの膝用のサポーター売ってるじゃん、はい、あの、圧がかかるやつ。あ、そうなんです。うん、ちょっと高めのやつ。安いやつじゃなくて、白いやつじゃなくて黒いやつ。こうやってさ、締める系のマジックでパチッパチッって止めるやつ、はい、あれ買った方がいい。あ、なるほど。むしろあれだよ、ゼロワンも当日それつけて走った方がいい。膝に、膝と足首とか。もうよくなんか24時間テレビとかで走ってるじゃないですか、うん、うん、あれあれ、膝につけてるでしょ。24時間テレビって何キロ走ってるんでしょ。あれは 何キロだっけ。24時間テレビって何キロ走ってんだっけ。あれかなり長いよね。50キロ以上なんですか。あると思うな、多分。忘れてみようってよ。そう、100キロ走ってんの、24時間テレビって。あ、それ100キロだ。100キロぐらい走ってる。そうだよね、100キロだよね。うん、100だって。うん、メモれない、メモれないよ。あれだって相当何ヶ月前からちゃんと毎日走ってってやってやるじゃん。ダメだよ、甘く見ちゃう。もう今膝こう動したらボキボキ言うのよ。何度も言うけど、今俺が走ってもなるからね。なるよ。だってあれですもんね、そんなデブじゃないですもんね。うん、まあ普通だと思うけど、体型的にも。走るデブだはきついですよね、絶対。きつい。まあでもそれでも最近ちょっと太ったけどね、俺。うん、だ今今日とかでも走ったりするのにないの。ゼロは走んでしょ。あった方がいいと思うけどね。いきなりもうなっちゃうよ。でもさ、うん、走るトレーニングってしんどいんで、うん、なんで好きなボクシングで体力強化したいっていう思い、うん、ああ、そうなんだ。そうなんですよ。そっか。だから、うん、ボクシングも体力強化できるんで、うん、まあできるね。まあ、1週間に1回ぐらい、うん、皆さんの日作って、うんうん、その日はもうボクシングで楽しもうかな。ああ、なるほどね。そういうトレーニングをして、うんうんうん。じゃあステップはやろうね。ステップ、うん、やってないけどさ、普段殴ることとかしかやってなかったけど、足使うことやればいい、もっと。うん、まあでもあれだよ。本当は少しでも走った方が本当はいいけど、違うから。振動、走ると振動来るじゃん、うん、こうやって走ってるだけ。路面なんか道路なんか特に、うん、あの道路が良くないんだよ。あ、そう。陸上競技場みたいなちょっとなんかこうゴムっぽいところ走るのと違うじゃん、うん、あのアスファルトが膝に来ちゃうんだよ。うん、走った方がやっぱりいい。うん、まあ、健康的にはいいですよね、健康には。もちろん健康にもいいよね、うん、でもいきなり走るのも良くないのよ。太ってるからいきなりバッてって、それも来ちゃうからさ、少しずつ上げていかないと。あ、距離を。そう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 、うん、最初は本当変な話だけど最初1キロぐらいからとか、うん、本当に少ない距離
だけやってっていうから少しずつ走れるようになったら少しずつ距離伸ばしてってっていきなりやったらそれでもすぐ膝痛くなっちゃうからあれ行くんですよね確かあの朝倉未来のジム行くの、ね、トレーニングしにあーそうなんだなんでいつ行くの年内いやまあぼちぼちうん今日リターなんか予約したのあれ今日は電話し直すあの店変えるんであそこしかあれやったんでうん、はい、店変えんのお店変えんの朝倉未来のあのあれも行かないと携帯もそうですねあそうですねって何もやってないどうすんねん29か30であのこの地下で朝倉のミクルのジムとなっていて、はい。よくわからない。はい。よくわからんけど。何個？はい。そしたらあれだな、マリちゃんあれして、俺ちょうどもう枠終わる時間だからこれで枠切るわ俺。うん。ね、みんなマリちゃんとこマリちゃん枠やってるからマリちゃんとこ行ってくださいごめんねもうちょうどもう枠と落ち終わる時間だからうん、うん、一旦俺は切りまーすえってマリちゃんつけてるから大丈夫だようんあーめぐさんありがとうございますありがとうえ持ってくんじゃないグローブありがとう、うん、あとね着替えも持ってくよえなんでお風呂入りに行くからねなんでよなんでよなんでなんでなんでよなんでみんなそれなんでいいじゃん別にだってこれから俺だってカメラなんてやってる余裕ないもんせっかくネオさん来てるからネオさんにやってもらえないよっていうねいやいやいいよ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 タオルとかねいやタオルいらないタオルいらないタオルはいらないあの着替えだね肌着なんでよ自分の分持ってった方がいいもうだからあれだよ置いとくようになっちゃうよ俺枠回ししないしない俺ほんとパッと置いとくだけになっちゃうよそれでいいのそれでいいの僕はいつもそうそうあそう、うん、じゃあお金ばあじゃあそれならそれでいいんだったらいいけどさありがとうはいよはいよ分かった分かった分かったはい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 じゃあ3人で配信して 三角度から見れるみたいなうん置いとけばいいやうん分かったじゃあそうするね分かりましたうんよしじゃあ行く俺あれ持ってきたからミットとかもじゃあちょっと俺持ってくるわあれいつものとこはい、そこ、はい、うんうわ、いいね、テンション上がるね、ロッキーあ、そうだねあれ、これなっちゃうあれ、あ、一回こっち帰ってくる感じですか帰ってくるでしょ一回こっち帰ってきます、うん、あ、わかりましたじゃあ、置いていく、うんジェラさんの配信を持ってこ。はいよ、準備だ、お前。準備まあ、どう待つってやるから。まあ、どう待つってやる。地獄や。確定してるわ、これ。レンタカー返さなくていいんだ、お前。あれあるかな口角なんで口角ないのなんで口角ないのこっちあんのかあ
効果ないわ。はあ、マジかよ。俺やんの？なんでそうなっちゃうの？うん。もうね、まずね、練習すらしたくないからね。まず練習をしたくないっていう。ポップないわ。あ、グローブ。グローブ。はい。行かないと。今なんかなかなか買えないっていうよね、この方の。うん。あ、みんなありがとうございます。ブラッチャーみんなありがとう。ありがとうございます。グローブ似合わないやつかもしれない。なんでそんなことないよ。顔からしてグローブにもうつけてそうだよ。全員ついとったキャンセル時点でロンマイ。でいや眠いよ、みんなでね楽しくねやりましょう、俺なんかやだなトレーニング、格闘技トレーニングと走るのすごいトレーニングがもうすごく嫌だ。これが、この2個が。もう3方向から行くと。みんな映るやん。体育のお時間。よいしょ。いや、俺もしてたから、仕事は。配信外でも。まるでね、俺がねやってないみたいなね言い方してくるけど、俺もしてたから、忙しいんだから、見えてるとこでしかね行ってこないからね、どっちかというと見えないとこの動きの方が多いから、俺はもう ストレッチね。ああ、ナイス5倍。通りすがりナイス。10個。ありがとうございます。ネオさんもやってるし、ジャケもやってるし、もうみんなつければいいかみたいな。はい。
ラマンしようか。いいよ。すげえゴリゴリや。近くで見たいでしょ。近くで見せよう。あ、見える見えるよ。あとネオさんの配信でも見えるよ。この画角にマリオも設置してる、え、縄とかないんだっけ。なかった。縄跳びなんかあった。縄跳びなかったっけ。あ、一応なんかありましたような気がしました。縄跳んだ方がいいよ。縄飛んだ方がいい、うん、足使わしたいから。せっかくトレーニングでさ、その年末にも向けてトレーニングしたいんだったら跳ねることやっといた方が、跳ねた方が、うん、あ、やばい、体もいいわ、これ膝やられる。やらないなら配信切ったらブロックしてやろうか、てめえゴミクズ野郎。グローブ早いですかね。ん、グローブダメ。まあいいよ、別に早く殴りたい、早く殴りたいってか。殴りながらじゃあ、バテットじゃあ今日難しいね。よし、だいぶ2番取ったらそれ。よし、よいしょ、痛いんか。よいしょ、痛い、痛い、痛い。今度逆にさ、俺グッて取ったら下がったりとか、俺が下がったら突っ込んできて、あ、自分で距離、自分で距離、あ、自分で距離、自分で相手の打つ、飲んで、そう、自分で詰めてっていい。そう、距離自分で作る。あ、マラソンじゃなくこっちでね、体力をつけて走るのは辛いからね、ということです。そう、今みたいにこう下がっていいです。あ、プロ、左出しながら下がって、プロなのかな、わからない。アマチュア、わからん。そう、その方が打ちやすいでしょ。まあ、ネオさん、うん、そうこの人実はすごい人で、下がりながらこうやって、あの、そうそう、デッド、今会いに行きますの息子役の実のお父さん、ネオさんの息子超有名人だよ。今度自分に詰めて、それ詰めすぎ、そうだよ、みんなをね、あの泣かせたあの子供だよ。大丈夫です。あ、こっちはでかいんだ。そう、今会いに行きます。うん。大丈夫。やめない。じゃあ次ワンツー行こうか。そう。離れるよ。はい、自分で。そう。
竹内優子と中村獅童のね。まあ全部安定で。実はすごいお父さん。そう、回っても自分も回れる。うん、あれね、俺その後亡くなった後もまたね見たんだけどね、また違う、れたフックで違う、フックのやつ、なんとも言えない、それをいきます、気持ちになったよ。竹内結子好きだったからさ。うん、で、フックの時に今ね、肘が下がってこう打っちゃってる。これが、この肘が下がった状態でこう打ってると、この上から打たれちゃうから、肘上げる、左フックしてる。そうそう、顎守るようにして。最高だよね、あの映画。そう、しっかりとフック。そうそうそう、守ってしっかり。うん。オーケー、そうし、こっちで。はい。ああ、ラスト3回、1、2、 OK、 で、打ってる時息止めちゃってるから吐こう、打つ時呼吸止めて打ってると疲れちゃう。だよくボクサーがシュッシュッとか言ってんじゃん、あれ、息吐いてるからさ、止めちゃうのよくない、うん、そうなんだ。マリオ水分持ってきた。あとこれじゃあ後で飲ませて。あ、買ってきますよ。か、麦水かなんか飲み、水かなんか買っといてあげてよ。いや、うん、水かなんか買っといてあげて。伊藤くん、はい、よ。いいね、早朝トレーニング。いいっすか。朝は空気もいいし、いいじゃん。え？何をやれよ。ほら。やるか、やらなきゃいけない。よし。おい、ちゃんとでも動く格好にはなってんじゃん。そうですよ、今日スポーツに来たんだ。いいね。ちょっと覚えてる？前やったの。いや、ちょっとあんま覚えてない。あんま覚えてない。すぐ忘れちゃうから。あんま覚えてない？はい。お前って。外した方がいいか。あ、大丈夫、殴んねえから。はい、うん。三河が構えて、エイチアウト。その時に右足で1、2って蹴れる。1、そう。それと同時に手を出して。そう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 。うん、で下がるときは右足で蹴って下がって、下がるときは左足で今度蹴る、前出て1、2、はい、下がる1、2、そうで、う、じゃあ一緒にこうやろうか、こっち見て、こっち見て、ちゃちゃちゃ、こっち来て、俺の横来て、前構えます、右足で蹴って打ちながら1、2、せーの、1、2、下がるときね、1、2、そう、せーの、1、2、1、2、1、2、1、2、 OK? OK? せーの、1、2、下がって、そう、1、足だけ意識すればいい、手意識しちゃうと変だから、せーの、右足で蹴って、1、2、下がるときも1、2、はい、2、1、2、1、2、蹴るのと同時にしてます、ドン、はい、せーの、ドン、ドン、早い、せーの、ドン、ドン、そうそうそう、ドン、ドン、はい、ドン、ドン、これが出入り、
バーンって入るときと下がりながら打つの。OK、これで入る。はい、じゃあ動きながら。動きながら。はい。あ、じゃあその動きながらがわかんねえか。動くて構えて。で、俺は右利きだから、はい、右を打ちたいんで、はい、うん。どっちかって言ったら、左足から先に出します。なんでかって言ったら、右でパンチ出したいんだから、こう殴りたいじゃん。ってことは左足先だよな、単純に。だから、歩くときは左足からファースト。1、2、1、2、1、2、1、2、そうそうそう。1、2、1、2でやってたら、ドンって打てるから、せーの。左回って、ジャブ。いいよ。左に回って、ジャブ。そう、もう一回、はい。左、足から。せーの、1、2、ジャブ。あ、そう。戻って、戻るのはこうでしょ。うん、せーの、1、2、ドン、戻る。そう、OK。はい。1、右足から、じゃ左足から。1、2、ドン、戻って、左。1、2、ドン、戻って。1、2、ドン、戻る。左足から1、2、ドン1、2、1、2、ドン1、2、ドン、はい、1、2、ドン、はい、1、2、じゃあこれをワンツーでやってみます。左に回って1、2、1、2、戻って1、2、1、2、戻って1、2、1、2、戻って、はい、1、2、1、2、戻って、はい、1、2、はい、1、2、戻る、はい、1、2、分かる？今さ、自分で回ってるときに右足からこう行っちゃうときあるでしょ、はい、それが癖で出ちゃうから、必ず左から、左から、はい、で、これが左回り、次右回りやります。はい、今のは左回り、はい、右は右なんで、右から、はい、1、2、ん？そう、なんでかって言ったら体がね、こう打つ、右を打ってるのと一緒の動きするの。1、2って感じで、打ってるかのよ。動きながら右を出してるのと一緒。右腕へ、右足を出しながら動いてる。そう、ってこと、そう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 。で、出さないだけ、実際は出さないんで、こうなってるんだけど。こういう感じ。分かった、右動き。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2ってこういうこと。うん、分かる。1、1で右足出すのと同時に右足引いて、あ、腕引いて、右を引いて、右を出すのと同時に引いて、で、左に乗って打つから、右って、左に足乗って右って打つじゃん。はい、1、2、1、2、1、2って感じ。うん、イメージは、イメージは。だから、右足から出すんだけど、右手で引いて、左に来て、右。わかる？右ちょっと難しいんだよ。右回りって難しいの。右足出して、時に右引いて、左足引っ張ってくるときに右を出す。違う。右足行くよ、せーの、右足。横にやってみよう。横で、横にね。はい、これいいよね。はい、構えてる。右の時引く。で、左足を引っ張ってくるときに、出せるのと一緒だから。うん、出せるのと一緒なんで。で、これ出さないけど、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。そう。そうそう、足の動きはそれ。足の動きはそれなんで、じゃあ今度見て、今のやり、回って。はい。1、2。そう。違う、こうなんないよ。1、2。そう、はい、持って1、2、回って円を描くように1、2、1、2、1、2、1、2の時にじゃあ右を出しましょう、せーの、1、2の時出して右を、せーの、1、2、そう、はい、1、2、そう、俺の方ずっと見てて、せーの、1、2、そう、はい、1、2、そう、はい、1、2、同じように1、2、そう、はい、1、2、そう、せーの、1、2、せーの、1、2、そういう感じなの、足の動きは。OK、右の、だからよく、この間もさ、序盤とか言ったんだけどさ、ほら、普通に、俺らがこう、普通にこういう風にやってんの、右動くときも、こういう動き、なんでこういう動きできるかって、全部右足、全て右足切っちゃう。うん。
じゃないと次右出したいわけだからさ、これで倒したいわけだから、いつもそれを動く感じで右側からスタートと。で、左回るときは左から。そう。1、2、1、2、1、2。ああ、OK。で、鏡が前にあったと思ったら、家でもできるんだけど、家に鏡があったら、1、2って横にこう動いて、横に。右に行くときは、こういう練習。うん、OK。OK。足の動きね。まず足ができないと上はできないから。足先に覚えちゃう。で、左回りのときも、左回りのときも、1って出して、右側足がこういっちゃダメ。うん、ちょっとね。うん、左ちょっとで、あとマリオはもう一つは右足なんだけど、出た足にならないでつま先立ちがいい。そうそう、それがいいです。1、そう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 。そしたら絶対少し、じゃあ若干ちょっとなんかここのバランス取りやすいでしょ、つま先にした方が。せーの、1、2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 、
やっちゃうとバランス崩れちゃうから回ってこの勢いでこういっちゃうんで必ずちょっとこうならない足がここ OK? せーの1,2,3 そう1,2 はい1,2 1,2 はい 1,2 1,2 1,2 1,2 OK 全然大丈夫ゼロワンオッケー。で右が今度逆にせーの1,2 2の時に右が出てるんです、うん、1,2 そう1,2,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 
僕らからオーソドックスの人間が相手が左利きだとやりづらいのってそれなの。右回りになっちゃう、うん、右回りさせられるんで、そうするとこの動きができないと、うん、向こうに合わせられない。左はこう構えるから、こういう風に動く、うん、だから右からスタート。 OK OK、うん、でさっきの言った前のステップ、後ろのステップ、前後ろ前後ろ回る、前後ろ前後ろ左、はい、前後ろ前後ろ左、前後ろ前後ろ左、前後ろ左、うん、そこで出入りとサイドの動き、今度は前と後ろで右行くよ、前後ろ前後ろ右前後ろ前後ろ、はい、右、はい、前後ろ前後ろ、はい、右、はい、前後ろ前後ろ、はい、右、はい、前後ろ前後ろ、はい、右、OK、うん、こうやってちょっと足をまず練習しちゃった方がいい。足ができれば殴るならしてもできるから。 OK、 よいしょ。じゃあその動き今度入れたい感じでちょっとやろうか。あ、入れたくないって、手、それ痛く大丈夫。じゃあちょっとサイドの動き使うから、ワンツー打って、ワンツー打って、トントン、ワンツー打って左で、またワンツー、これ早くやります。せーの、パンパン、トントントン、はい、次も、はい、トントン、ジャン、トントン、はい、じゃサイド、トントン、サイド、トントン、危ない、せーの、トントン、サイド、トントン、せーの、トントン、サイド、トントン、 OK、 こういう感じでやる。はい、来て、え、同じことやるよ。はい、せーの、ワンツー、せーの、ワンツー、サイド、ワンツー、はい、部長、せーの、ワンツー、左、はい、ワンツー、向かって、ワンツー、サイド、ワンツー、ワンツーと、もう分かるね。これは速くなるのよ、ゼロワンぐらい。まずここ、これ普通だから、はいよ、はいよ、 OK、 はいよ、 OK、 今度右行きます。ワンツーやって、右、ワンツー、トン
ンタン、右、ああ右、ちょっとずれちゃうの分かる。それはこういう体重移動しちゃってるからじゃなくて、位置、真ん中こっちまで行っちゃうと打ちづらい。ワンツーだ、ワンツーツー、真ん中そう、その体重を真ん中についてタンタン、右、はい、右、オッケーオッケー。じゃあ右左で逆に行くよ。最初は左から、最後、はい次右、右、はい今度左、再度、はい次右、右、はい左、右、はい左、はい右、はい、右、右、オッケーでしょ。右の時ちょっと跳ねちゃってるからもったいない。ちゃんと歩こう。自分で分かってると思うけどちょっと跳ねちゃってる。はいマリオ同じ、はいワンツー左、はいじゃあワンツー、はい右、はいワンツー、よいしょ、ワンツー左、もう一回最初から、はいせーの、ワンツー左、ワンツー、はいワンツー右、ワンツー、はいもう一度、ワンツー左、はいもう一度、ワンツーはい、右、はい、もう一度ワン、ツー、左、はい、次、右、ワン、ツー、ワン、ツー、はい、右、そう、オッケー、こんな感じ、右と左の動き、はい、あ、足が難しいでしょ、難しいでしょ、足を覚えちゃうと楽なのよ。グローブさあ、グローブさ地面にこうつけたら汚れちゃうけどいい？グローブ地面につけたら汚れちゃうけどいい？何やらしたいかっていうと、俺に思いっきりワンツー打ってね、あのミット普通に打ってる時に僕は手をバランってする時あるから、うん、手をバランとしたらその場で1回腕立て1回やってほしい、うん、そう体力つけたりしょ、うんうん、だからミットやっててワンツーって僕はこうやって手を後ろにしちゃったらその時1回こう自分で腕立てしてフッて立ってまた OK グルーブしたまんまでいいですか。 OK いくぜ、はいいくぜ、はいさあマックス、はいじゃあ、はいはい、距離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 、はいはい、ちょ、はい、距離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 、そう、はい、ああ、全部距離大事だね、そうだ、今、距離取って、また入っちゃった、もったいない、それやんなくていい、このままで打つ、そうそうそう、そこで、そう、はい、こっちゃ、はい、はい、力の、はい、はい、一回、一回でいい、すぐ立つ、すぐ立つ、すぐ立つ、はい、はい、もう一度、はい、はい、距離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 、はい、すぐだよ、すぐ、スピードスピードスピード、はいはい、じゃあはい、ワンツーワンツー、はい、距離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 、はいはい、距離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 からの、はい、はい、すぐすぐ、はい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 、距離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 、はい、もちろんはい、早く早く早く、スピード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 、はい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 よ、はい、ちょんはい、右、右、右、はい、フック、はい、からの腕立て、はい、じゃあ、はい、ワンツー、九、八、はい、七、六、五、はい、はいよ、はい、四、三、二、一、ラスト、オッケー、いいっしょ、はい、同じのやります、同じにやります、ちょっと待って、俺も少し休憩欲しいから、ちょっと待って俺も疲れんだよ同じだからね、俺はこうやってやったら腕立てスピードだからね、スピード、うん、はい、そんな深く深くまでこうやってやる必要ないです、スピードで形、はい、
チコ入れ全部ワンツーよワンツーはいはいウチコはいリードトン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 はいパンパンそう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 はいそうそうそういいねはい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 スピードパンパンはいはい部長はいはい部長はい部長はい部長はい今度右はい腕立てスピード早く早くはいそんな深くまでやらなくていいスピードですぐ立ち上がるすぐ立ち上がるすぐ立ち上がるそうはいはい部長はい部長はいやろあれはいはいよはい部長ああ、はいちょ、はいワンツートントンはい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 ラスト10回はい1 2 3 4 5入るはいラスト5回12 3 4ラスト OK いいじゃんリーさんもお願いしますいいよリーさんってトレーニングしてるんでしょリーさんはちょこっとかじってるやってるでしょちょっと待ってあ俺も疲れるんだよそっちなんだから死ぬ疲れちゃうんだ俺はよし、ジャンプなんですよ、左ここに。よいしょ。こう下がっちゃうから、顔の位置、打って、こう下げないで。今、こう下げちゃうから、下げる。そうそうそう。はい、はい、はい、はい。乗って、しっかり右足に乗って打つ。ドン。ドンってこっちにわざと全部乗ってみて一回こうやって一回ちょっとドンってやってこの乗った状態でジャブ出すみたいなそうそう乗った状態でそう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 しっかり右足に乗ってあげてドンそうはいああ面白いですか、はい、ああ疲れた、はい、しっかり伸ばして左俺の顔狙ってああ、ああ、ああ、はい。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 左。左。右フック。おお、右フックいいね。ジャブより右フックになる。右フック。ああ、いいね。振り打つ時に、こう振り切っちゃってるのでバレちゃうんで。ぶった返るだった。うん、振りかぶんないで、こうあったら、今、リタ君は、こう振りかぶって入れちゃってるのよ。それを振りかぶらないで、この状態で。この状態腕立て伏せあ腕相撲ここを折ってやるこういうふうに折ってやるそう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 いうラグビーそうするとこの体のモーションがないんで相手バレにくいからそうはいでそのフック使ってフックするでも膝痛いわもうそうそうそうで、左の時にもったいないのが体の肩だけこう来て腰が回ってねえよ、はい、左ストレート打ってる時俺もやり終わったフックストレート俺の腰見て、はい、俺の腰だけ見ててフック分かる肩は出てんだけど腰が回ってない、はい、じゃなくて腰を回すそうそのためには左足の右親指の母指球を下でガムがあってガムをグニュッとねじってやる踏んづけてる。ガムを踏んづける。ガムを。リボンありがとう。肩に腰回るんで。あ、左反れて言ってるんで。さあ、さあ、このぐらい回す。さあ。そう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 、そのぐらい腰入れて。はい、ヒップフックする。止まってない。回ってない。っていうか、右足に乗りすぎ。あ、はい、左ストレート打つのに、右足に乗りすぎちゃってて、左がフリーになりすぎちゃってるから、腰が回りづらい。この、まあ、構えた時は55だったとしたら、はい、64ぐらい。若干後ろ、
で、左を出した時にリタ君は右に全部乗っちゃってるんだよ。そうですね、うん、右に全部乗っちゃって、打っちゃってるから、はい、左ストレート打った時に腰が入れられないのよ、はい、なんで、意識して前にしないで若干だけ前に行くぐらいの世界ぐらいで、はい、で、ここからスコンって回してる、スコンと、そう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 、うん、まあ極端に言うと中央の重心で振ってみる、まずはパコにありがとう。で、前よりか後ろよりかどっちが好きかっていうのは自分で後から決めればいい。ちょっとそうそう、これ回ってない、ここ回ってない、回ってない、取りむず、もうみんな見てれば分かる。こうだ、ひねじっちゃって、あ、そうそう、回ってんじゃん、今みたいに回って、そうです、そうです、はい、左ストレート、左ストレートだけ回ってね、まだ回ってね、しっかりここで止まっちゃってんで、今この腰の位置がここで止まっちゃってる、分かる、はい、じゃなくて、ここまで行っても、あー、なるほど、分かる、もうそうそうそう、だから腰入れて打つってそういうことよ、はい、うん、はい、あ、抜けてる、俺の顔狙って、はい、そう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 、で、肩がね、やっぱ前に出てきちゃってるから、うん、まだこの上の回転使おうとしちゃってんだよ、この回転はむしろ使わないで打ってるの分かる、俺の肩の位置見てて、前にこう来ないよね、肩がこう回ってこないでしょ、この状態で打ってやる、うん、うん、腰だけで下の回転だけ、そう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 、そう、もういいじゃん、それです、それです、全然見た目綺麗だよね、こっちもね、うん、そう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 、で、ストレートフックで、おお、いいじゃん、かっこいいじゃん、かっこよくなったよね、かっこよくなったよね、マジマジマジで、左ストレートフック、そう、はい、ああ、こっちはで、フックの時に肘がさ、ゼロワンもそうなんだけど、肘が下がった状態でこう打っちゃってるから、めっちゃあれ自分の顎も動いてる、そう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 、こっち、こっち、そうそうそう、そうやって、かっこいいやつって強いから、見た目かっこいいやつは強いから、もっと入ったダンダン、あーあー、いいじゃん、もうちょい肘上げて、そうです、強いでしょ、板君は、あー、けんね、筋力が違うよ、もう肘上げて、あー、グローブの位置のが上がっちゃってる、こういう風に来ちゃってる、うん、こういう風に上がってちゃってる、はい、じゃなくて逆下ろす感じ、むしろ近い距離なんで、うん、運動神経も違うね。だから、板君が強いよ、これも。肩がさ、自分の顎に当たるぐらい。回した時に肩がこうやって上がって当たっちゃうぐらい。そうそうそう。殴りたそうな人じゃなくて。そうそうそう。そういうタッチだ。そのぐらい上げなきゃ。じゃないと自分の顔守れない。人殴ってやりたいみたいなのに体つきしてるよ。ラスト5回。ほらもう。ほらもう。右強い。俺強いよ、これは。はい。オッケー、いいじゃん、すごいすごい、上手、うん、すごい難しい、うん、強いよ、これはね、殴られたら記憶なくすね、うん、記憶なくしちゃう、オーディガードできるね、リタ君は、うん、いや、さすがにね、喋、ね、れないからね。あれ、スパーク出るの？いや、次は出る。多分もしかしたら。もしかしたら。はい。うーん。ここが。ウイスってなんだよ。おい、テンションまた下がってるぞとか。大丈夫か。よし。筋足めちゃめちゃいいね。はい。下半身もっと意識した方がいい、打つときに上にばっかり意識する、ボクシングとか格闘は全部下だよ、重心が全部下、下の動きで上が決まっちゃう、ポジションもそうだし、今一緒にやるけどその時もそうなんだけど、全部ポジション作るのって足で作るから、はい、手でやらないじゃん、はい、だから全部下半身だよ、はい、じゃあ行くぞ、これ疲れるな、はい、これそんな疲れなそうに見えるよね、これ実はめちゃめちゃ疲れるからね、でも
それは負けるよ。だって実はあの、まあ、今だからもう言っちゃうけど、スパークでヒカルがあの右利き対策でやったジャブが取るんです。でどういうのかっていうと、左ジャブじゃなくて左ストレートを打ってる。いやできないでしょう。ジャブではなくてドンって打つんだけど、うん、あのもらってその合わせられるのが怖いんで頭だけサイドに。これね、リアルに立つとマジ恐ろしいから、本当にゼロワンさんとか。自分の頭横に振っちゃう、構えて、うん、構えてて、俺打つから、こんな感じだから、こっちがその手で合わせて打ってきてても、自分はもらわない。もうクマに襲われるみたいなね。これをあのそんな迫力あり。結構当たってたと思うんだけど、あのこれ使えるんで、うん、自分の頭だけ右にずらしながら、ドン、左スイート、手も長いしね、身長高いし、これが逆にディフェンスにもなるから、うん、ドン、そう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 、手出されたらもう届かないから、そう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 、ドンってグッてきたところにワンツー、そう、そういう畳みかけるできるから、相手がグッてなるんで少し体重が後ろに行くから、うん、そこに押し込んでくる、うん、でしょうね。絶対無理でしょう、これもう俺もうドンからな、やめてんだけどね、やめてんだけど無理やり単価させられてみたいな感じなの。そのジャブを打ってきました、僕があのディフェンスするから、そのジャブを打ってきて、普通に打って、やる気ないならやめちまえとかめっちゃ言われるんだけど、やめたいからね。そう普通にやめたいから、まあ、そうおはよう、ドンって左にしっかり乗ってドン、そうそうそう、したらグッと揉みくるじゃん、うん、わざとこれで倒そうじゃないんだ、相手の体勢崩そう、ドンからの、うん、ドンドン、立ち上がりやすいんだ。いや、変えるわけにはいかないでしょ、きっとね、うん、ジェロワンさんの言うことは絶対だからね、間違いないからね、言うこと聞いときゃ、うん、頭の位置はここでいいんだけど、うん、自分の顔は相手見てて、うん、相手の状況を見たいから、そうそうそう、前回で相手見えたで少しひるんだ、はい、で打ち込む、ふかしいもとかいい、じゃあ逆に特まされそうに、その、うん、不可思議も特まされたらもう顔潰されるよ、ほら、もらってないでしょ、これわざと今合わせたんだけど、もらってないでしょ、これだけあの相打ちがなくなる、いや、リタなんか勝てるわけないじゃん、もう一回、なんだと思ってんの俺のこと、もう一回、いや、カナカーナは逆に俺がいじめに入っちゃ う, う, い, うでいじめてるみたいになっちゃう、安全だと思いながら打ってるじゃん、これだったら、うん、でもその後ってバランスがこうなってるからすぐ打てないから、うん、早く起きようっていう自分の意識を、みんな頑張って今ばかり言うのに、まあ、やりたくないもんやらされる、不満出るやん、そうそう、ってちょっとそれで覚えてるから、右ストーリーからすぐ打ってるからの、ドンからもうだって濃いんですよ、加工マックスでアイドル配信しとくか、もうこれで起き上がって打っても、タバコ吸いながら、濃いじゃん、だから左に乗りたいんだよ、そのために左出したいんだ、いや中村君はね、捨て頃とか出てるから、ね、強いよ、うん、俺じゃ中村君に勝てない、肘曲げろ、引かなくていい、なんやかんやね、あ、俺見たことあるから、中村君の戦いを、肘だけ曲げて、引かなくていい、体は引かない、肘だけ曲げる、そう、辛いの、辛いし、で、怪我もするし、うん、痛くなるし、なんか膝とか、肘とか、肘だけ曲げて、手首とか、うん、そういう感じ、体まで全部戻そうとすると、こんままた遅れちゃうんだよ、練習でもさ、もうやるしかないんだよ、50キロ走るでしょ、そんなジェロワンさん頑張っても俺も頑張らなきゃいけないみたいなさ、とこあるんだよ、ダンドンドン、うん、はい、ダンドンドンできるぞ、自分の意識の持ち方だから、しんどいよ、体引いちゃうと、もうその動作なる、絶対ダメ、ドンドンドン、いけるいける、うん、で俺がねもう中途半端だから、ただねあの応援もされずにあの叩かれるだけなんだよ、そうそうそう、マジきついんだよこれ、うん、みんなに叩かれてただただ辛いだけみたいな、うん、でよくやったとかで一切言われないですよ、もうねきついだけなんだ、はい、戦ってますよ、はい、そう、うん、あーもうOK、うん、そうだ、だってもうあのメンタルやられてる時にさらに叩かれるからね、今わざと避けたけど、あのドメンタルやられるよ、マジで、こっちに頭があるから、うん、あれまっすぐ入ってきたって右クロス見てちゃうんだよ、だからあのね、俺ってことで死んじゃった方がいいんじゃないかなっていう気分になってくる、自分の頭が右斜めに前にある時って、うん、オーソドックス同士だったか
ここってすごく安全だと、この世に存在しない方がいいとか思ったりしてきちゃう。困ったら右前に倒す、ね、それで空間あったらそこからフッと詰めちゃったりとか回っちゃったりとか、 やめたいのっていうかもう頭こっちだって、だってそう、その状態ですね、困った時は。そう、メンタルブレイクしちゃう、完全に。だってもうさ、ありがとう、もう負けないね、3515個、ありがとう、ナイス、すげえ嬉しい、斜め前ね、絶対ありがとう。この間あの一番もったいないのは、メンタル復活した感じ、スウェーデスウェーデって避けられてるけど、全然死のうと思わないわ、これは。あのスウェーデだと前応援されてるわ、だから前に受ける癖をつけよ、応援されてる、完全に前、そう、相手のジャブも前に受ける、そしたら打てるでしょ、それ前、誤爆、ごめんね、え、誤爆なの、はい、前、え、誤爆なの、いや、全然、はい、ありがとう。そうするとジャブを今度パーリングした時にストレートを強く打って、俺がジャブ打ったら、違うね、やっぱね、パーリングしてきた、あ、波があるわけよ、パーリングしてストレート、それが強く打てるよ、50キロ走るんだよ、ゼロワンさんが年末に、ダーンってぶっ倒すつもりで、はい、あ、カナカナにね、一回ね、スパーリングやって、俺ボコされてるから、カナカナ、あ、OK、ほら、ドンピシャなのか、カナカナの顔を殴るってことができなかったんだ、前に、心の中で受ける、ね、練習でね、はい、こっちは大変、死なない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 、 OK、 前に来てるから、すごいパンチあるよ、カナカーナも結構さ、あの勢いよくやってくるから、勢いよくなっちゃうからさ、ありがとうございました、ありがとうございました、いやー大丈夫です、あのゆっくりで、いいの、ゆっくりで、まあ、じゃあリサ行きな、リサちょっとやるか、はい、お願いします、お腹痛い、何やってんだ、回避成功、やばい、仲いい、いや階段ダッシュとかきついから普通にやんないと思うよ、ていうか俺どうしよう、最近体重戻ってきてるから、ちょっと、こっちの前あるんですけど、うん、こう、こう、俺こう変わってないんで、下半身、俺のここの下半身見てて、前はこっちで、こっちで、こんにちは、いやいつもなってるって、サンドバッグにメガネとか飛ばされてんだから俺、こっちとこっちに、この人にこんにちは、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 そうだよ、当てないっつっていつも当てられちゃうんだから俺、あのさ、あそこの照明と、あそこの、マリオブロックしてるよ、マリオじゃねえか、中井ブロックしてるよ、当たり前でしょ、練習できるから、そうするとこんにちはと今言った U の字の練習両方できるんだよ、そう、膝柔らかく、膝柔らかくって言う、膝を柔らかく、硬く、膝柔らかく、柔らかく、いやー、俺こんなスポーティーにできないな、で、その時に今のどれちゃうかな、それは左足、右側に回る時は左の、開けられないといいけどね、この腰を戻す動きをするだけ、そうでしょ、運動音痴が体育会系の中に入ると大変だよ、入れる、戻す動き、足の動きは練習したい、左回り、右回りと一緒です、なんで左からそう、左足から入れていく、右に戻るときは右足から入れていく、左右左右左、しっかり腰入れて、しっかり腰、そう、こっちも腰戻す、腰入れる、腰戻す、腰入れる、腰戻す、そうすると自然と軽く U の字になってくる、まあ、基礎練習みたいなね、そんな大きく動く必要はない、まあ、野球部では活躍したよ、はいよ、熱っ、すっげえ忘れんなそのフックが武器だね、そうだ、打率トップだしね、ね、フック、ジャンパーとかありがとう、これ、おすすめ、はい、すめ方、俺、はい、あと、で、アッパーの打ち方、運動神経いいよ、まあ、ゼロワンさんは何をやらせてもできるタイプだから、ね、言わせてもらえると、いるでしょ、そういう人、この状態から押し出す、この方のが早いし分からない、こうやっちゃうとアッパーだってバレちゃう、この状態で来て当たるときにこう投げてる、言ってること分かる、
そんなね人じゃないとね、1位とか、ね、取れないよ。こうじゃない、こう、ストレートはこう。あ、一応出席する予定だけどね、予定が入らなければ。こういうフック、こういうフック、こういうフック。ん？俺はね、格闘技が好きじゃないから。見るのは好きだけど、やるのは好きじゃない。これは俺は左利きだったとしたら、ドン、これもフック、これもフック、これもフック。俺よくボコされてたからさ。これを自分で合わせるだけ、フックは。そうです、そうです。殴られるのも嫌だし、殴るのも嫌なんで。そのまま押し出すだけ。そうです、それでいいです。で、はい、ただ近いです、僕距離近いです、この時は、はい、あのいじめられっ子だったから、はい、多分いじめられっ子は多分あの、いや、嫌だよ。あ、なるほど、この時よ、こっち、腰でやりたくない。腰で持ち上げる感じ、この腰で持ち上げる感じ。これヤンキーと一緒にいたけど、ヤンキーにならないから中途半端でしょっちゅうやられてた。そうそう、近い時は、そういう時は押し出す、そう、近い時は、そう、はい、それもっと強く打てない、うん、もっと、そう、これでやっぱり、ね、左足の乗り方がまだちょっと下手、ね、うん、あのちゃんと乗った方がいい、右に同級生に、あの敬語使ってる感じ、近いの、これも得意なの近いのは得意だな、そうなんです、あの得意近いのは得意、ありがとう、これは得意だ、はい、そうそう、これを強くしよう、今と同じぐらい、今のと同じ、同じだ、なんでこっち同じ右で食ってんのになんでこっちの方が強いの、いや、確かにでしょ、うん、そう、体重しっかり乗ってないだけ、今みたいに乗れば、今みたいに行く、そう、パシリね、オッケーオッケーオッケー、そう、オッケー、相手オーソドックスだとそのアッパーよく使えるんで、いや、あのね、はい、アッパーそう使えるんだよ、特有の性格あるでしょ、そう、俺も逆に言ったら、いや、いやいや、俺はないよ、ここ、うん、ただ、その、可愛がられるけどね、見えない感じ、ボス的な人からは、そう、あ、10倍ナイス、はい、盛り上げぞ、はい、オッケー、ちっちゃん、ありがとう、あ、うまいうまいうまい、ありがとうね、ちちゃん、すごい腰の使い方、嬉しいわ、これ、うん、10倍ナイス、これが強くなくなりたいね、そうそう、で、今左に回りながら流れてるっちゃう、ちょうじゃなくてチョンジーズ、あ、チョンジーズわかんない、俺はね、もう中学生の頃からなんか余韻があるやん、あの、アミさん履いて普通にアッパー打ってトン、スカジャン着てたんで、うん、アッパー、アッパー、アッパー打って、綺麗めの格好、スーツ着たりとかね、1、2、ほら、付け引きずらないで、ああ、そうだね、中途半端やんけ一番辛いよね、ああ、そう、その状態だね、うん、ここで、あのパシリにはされるし、ボコされるしみたいな、簡単に言うと、足だけ見てて、うん、これがリタック、うん、じゃなくて、1、2、今度はほら、ショングサイド、ああ、まあそうだね、足元見てて、みんなこのステップだから、うん、全部これで、足だけど、一緒に歩いてるから、うん、はい、そのグループの一人になるから引きずらない、1、2って歩く、1回やって、足だけでやってみる、あの後輩からすごいペコペコされたりとか、もう一回もう一回、せーの、はい、1、それだよ、もう一回、1、それです、それで打ちましょう、1、そう、いいよ、あとはちゃんと当てて1、2、そうそう、惜しい惜しい惜しい、でもだんだんなんか分かってきたような感じですね、はい、そうするとあの右足に乗りやすくなるから、1、2、そーい、こっちゃ、できたぞ、ありがとう、はい、1、2、 OK、 素晴らしい、いいでしょ、いいじゃない、ちょっと覚えておいてや、皆さん、僕最後に、ああ、こう振りかぶるボディとフックを、うん、したら、ちょっとブロックしてね、左フックすごいコンパクトは教えてもらっていい、俺なんか、もうあのグローブつけてるだけ、ずっとグローブつけてる、外そうもん、それができるようになる、はい、深くじゃない、ボディは、そうそう、あ、いいよ、じゃあテッカー時間あるしな、弱いんで、いいよ、だからグローブのグローブ、ボディで効かしてみたいと、はい、今年ですね、でまずステップだ、全くジャブとかと一緒です、痛くすごいね、なんだけど、体はねじらず、あんなん食らったら一発 KO じゃない、いや、俺やる、いや、無理無理、抵抗のまま、いや、ボクシングがめっちゃ難しいですね、初めてジャブとかこうやって、な総合なんだっけ、上の動きあるけどない、ちょっと本当に入らないぐらい、寝技とか締め技とかも出てくるんじゃん、あ、いや、うまくはないですけど、でもやっぱりこう、うん、そうですね、で、俺とこういうの戦ってたら絶対締めないで、いや、そう絶対締めないで、そんなないです、ここ、と、この角度、生まれつきの古文派での火薬と同じような、それだと、もうボディってバレてる、まあそうだね、だから火薬さんと似てるかもしれない、俺ね、あの見ちゃったんだよね、そう、閉じる、で、
俺結構あのひげをさ自分の手で抜いたりとかするんだけど、火薬さんもねティッシュを取り出して毛抜きでひげ抜いてたね。目線はどこ見るかって言ったら、ここを見ようかなり珍しいタイプなんだけどね。火薬さんも毛抜きでひげ抜いてたね。覗きたいんだから覗く、そうそうそう、したらそういう体勢になるよね。覗きました。俺も毛抜きでひげ抜くんだけど、自分の手はボディのかなり珍しいタイプで、そしたらこの先にこのグローブの先に矢がついてると思ってもらって、この矢をきれいにぶっ刺すってイメージ欲しい。意味不明でしょ。だから引っ掛けるとかじゃなくて、グローブに矢がついててきれいにぶっ刺すだって。押し出す、押し出す、わかる、ぶっ刺す、ちょっとやってみようか。押し、まず押し出す、ぶっ刺す、いやこれいってない、これぶっ刺せてない、これが時間遅くしちゃう、うん、1、2になっちゃうから。いや全部抜くんで 0.5 秒こっちの方が早い。え、はい、普通やってる。そうそう、で今みんなそれでしょ。だってこう肘つけて押し出す、うん、肘つけて押し出す。それ弟子なの。あ、そう、弟子というか、うん、形だけ、はい、ドン、そう、はい、一番弟子みたいな。そう、まずはこれから、はい、1、2、3、はい、1、2、3、そう、はい、1、2、3、その時に、あ、反って抜いて整えるんだ。へえ、どっちかって胸張っててほしい。胸張っといて押し出す。整えるとすごいね。あ、そう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 、おしゃれひげみたいなのしてるの。今一回こっちに戻ってきて、ここまでまでまず来てストップで、上体の時に見て、ここ開いちゃってるよね。ボディの時は絶対これガードして、ここ開いてたらこれ打たれちゃうから、なんで絶対ここガード、がっちりガード、1、2ってこういうぐらいガードしたで、ドン、1、2、ドン、そう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 、1、2、ドン、ああ、はい、1、2、ドン、はい、1、2、ドンって狙うところは、相手が効くところはここです。ここを叩けば誰でも効く。あ、いいよ。肝臓です。肝臓の場所を覚えておいてほしい。何でもいいからってこの辺叩いたりしても、相手が例えばちょっとほら太ってたりしてたら効かないから、ここを狙いましょう。ここです、はい、1、2、ドン、はい、1、2、ドン、はい、1、2、ドン、オッケーオッケーオッケー、はい、1、2、オッケー、この意識もっと持って、はい、1、2、ドン、これが一つのボディの叩き方。まだできてないけど練習していけばできるから、まずは1個。もう一つはさっき自分が言ってた肩組んで入れちゃいます、はい、入れちゃっていいです。入れちゃってここ叩きに行きます。ここ叩きに相手の背中見に行かないとダメだよ。背中見に、もっとここ一回行ってこっちに移動して、そう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 、はい、さあそれはもう回転で打つと、こっちは回転で打つ、1、2、ダン、さあ、はい、こっち違う、足先移動してから1、2、ダン、こっちここ見に行ってね、俺のここ見なきゃダメだよ、俺のここ見に来る、さあ、はい、さあそうそうそう、ここまだ肩に力入り、次ネオさん、押して押して、ネオさん延長しました、ありがとう。これがあるからガード、はい、ガード1、2、そう、はい、1、2、ああ、難しいよ、1、2、もうさ、ラジコンにさ、されてさ、なんか中途半端じゃない、こうやって文句言われちゃうんだもんね。1、2、うん、疲れちゃうよな。ドン、あ、いえいえ、うん、1、2、違う、足、いや気にしない、上の、あの、考えない、下だけ、まず足だけ考えて、1、2、からの、はい、そこでやろう、そう、そういう感じで、一個一個分けてやろう、まずは足で、1、2、引けない、引っ張る、ちゃんと右足引っ張る、1、2、ドン、で、回転使って、背中見て、ドン、ドン、よいしょ、はい、1、2、ドン、お願いか、1、2、お願い、お願いされて、お願い聞いて、はい、1、2、文句言われる、はい、じゃあ次は、さっきのに戻します。この回転使わないです、うん、使わない。みなちゃんちないよ、うん、ま、リタにアンダーバーよ、後輩の仕事だよ、休みね、アンダーバーな、うん、俺スパーク2出るっぽいね、はい、俺でもね、あの、はい、やだやだ追い続けて、いい、じゃあもういいよって言わせることをちょっとだけ考えてるけど、1、2、ドン、オッケー、
足だね、もうちょっとやらないと。はい、うん、足が上手じゃないと相手のその方に入れないんだよ。ああ、いや、俺ね、男じゃないから格闘技嫌いだよ。女だから俺、中身女。まあ、でも私行く。すげえプレッシャーやな、それ。あ、延長して。ごめんごめん。冗談でしたね。いやね、これね、マネージャー業やりながら50以内はマジ厳しいと思うよ。うん、私も行く。嘘でしょ。なんでよ。絶対負けるで、だって。うん、だから試合だけならいいんだけどね。ああ、練習はさ、でも走るってなると練習した方がいいだろうってなっちゃうからね。ありがとう、うん、ありがとう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 、パターンあるかもしれない。知らなきゃだね。逃げ回るみたいな。二つ使いの こなしてほしいね。近場に行ってきたくん、ちょっといい？はい。見ててほしいんだけど。もうメモさん、振り回す方だけやりたいです。振り回す方だけ？こっちだけやりたい。それで、うん、こう振り回す方覚えて、うん、したら、うん、このボディとフックの使い分け、うん、右しかやっぱ。スーパーに行ってないから、うん、来年の夏までに左のフック、うん、ちょっと強いの、うん、したら、え、みんな勝てなそうだけど、俺、ね、俺気持ちが弱いから、いや、左フック行こうか。自分で好きなマジ打ってみて。だって俺の前では達者なの口だけだもん、マジで強く打てるっていう今自分のイメージがあるの、はい、気持ちも弱いし、今までやってない、根性もないし、うん、生活習慣病だし、うん、何これ、この時に、あ、おはよう、うん、俺はこれ嫌いな服だけど、でも自分でそれを打ちたいんだったら、うん、でも使ってほしいのは、まあ、言って野球やってたから、ね、お前もっとあればもっと強い、野球と引っ越し屋みたいな家具家電の配送とかしてたから、ちょっと力はあるかもしれない。しっかりこうやって振り切ろうよ。うん、そうそうそう、あのイメージはね、ちょっとわざと分かりやすく言ってたけど、俺ネオさんと戦いたいな。そうそうそう、でボコボコにされるみたいな。体の重心軸がちゃんとあるよ、うん、ちゃんと中心軸がちゃんとあるよ。そう、軸がないとちょっとパンチになんないから、振りました。この振り回した状態でここボディ打ってるの、そのまま。いや、もちろん位置移動しないと当たんないと思うけど。でもダメか。俺が近くにいたと仮定して、はい。近くにいたと仮定して。皆さんもう年、はい、だもんな。ネオさん。はいよ。テーピングした方がいいですね。した方がいいよ。それなんだよ。でもネオさん、今のイメージする。僕専用に考えてほしい。上がった。誠司さん勝てるわけないじゃん。まあ俺も覚えるのに 2,3 年かかったからね、うん、これも難しい。これもね、2,3 年かかったよこれ、本当に。だったら、うん、もうブンブン丸ファイ、ブンブン丸ファイ、バレバレでいいから。ブンブン丸ファイじゃないか。ちょっと一発分かったら、まあでもそれでいいって言っても腰は回したいから。でも上だけじゃなくて、まあ全然コンパクトなやつだと、うん、あれ合ってる。本当だ。嫌だよ。あれで十分。合わせてただけじゃん。もちろん。関わりたくないよ。合わせてただけ。でもあれはやっぱ、ダサいですよ、何が。いや、別に、あれはあれでいいんじゃないか、格闘技をしっかりやろうと思って。ちょっと、格闘技はできたのか。いや、出てきてるよ。全然出てる。先端にはな、距離感を使って、自分の距離でやるって。いや、そんなことないよ。あれだって俺教えてないじゃん。自分でなんか、いろいろ、次回になったりするんじゃないな。いや、ニオさんやっぱ距離取って、コンパクトに。ニオさんの全然コンパクトですよ、コンパクト。全然。だから、こういう感じで。全部、ホームベース一つあるものに対して、ここだけで打ちなさいっていう教え。うん、だけど、まあ今みたいに分回したいんだから、でも、プロでも分回すやついっぱいいるんだよ。全然いいんだけど、だからただ、ボディの時だけは、そのポジションに入らないと絶対打てないんだよ。ああ、全然強かったね、確かに。
マサヤに勝つなんて思わなかったもん。打てないでしょ。近くにいたらボディこうやって打てるけどさ、マサヤンはこうやって距離が入るときにこれボディ狙いに行くときってなんで強い善一君とやるんだよ。だからそう、分回したいんだったら右ストレート打ってからのがいいと思う。あ、例えば構えてて右ストレートをわざとあの打ちながら入っちゃって、打ちながら5秒じゃ終わんないでしょ。で打った方がさすがにガードするんだから。ね、いきなりボディだけ狙いに行くっていうと多分その感じじゃ打ちづらいから、だったらもう分回し分回して 左打つために右を打っといて、いや強かったとかじゃないよ。捨てて、右捨てて、だから体重差があったじゃん、ただあの人は。そう、ただその時絶対やってほしいのは右打ってるから相手も手パンチ絶対出してくるじゃん。手出した時相手も出してくるじゃん。だから打ったら絶対ここが危ない。でガードしてからドン、やってると分かるけど絶対手出したら相手絶対手出してくるじゃん。あ、ちょうど。あ、僕ですか。ある？いや、ないです、とりあえず。とりあえずこんなもんでいいっすか。はい。とりあえずはこんなもんで。レオさん、はい、ちょっとここら辺を、木と木を走らせておいて。はいよ。神が走るぞ。はい、走ろう。あれ、俺ミキちゃんどこやったっけ、俺の。これ俺のだよね。そうです。俺飲んでいいの、これ。あ、じゃあ。これ飲んでいいの、ピタ君、はい、これ飲んでいい。そうです、はい、飲んでいい。皆さんお願いします。あ、この青いやつも好きね。はい。ありがとうございました。